前回、我々の主人公つよしはスティッカムという動画コミュニティサイトで月新というシンガーソングライターと知り合う。何気ないオンラインの出会いがつよしの運命を大きく変えることとなるのだが、この時点ではまだ彼自身そのことを知る由もなかった。つよしが懸命にレコーディング準備をしている。月新の知り合いには日本の有名ミュージシャンさだまさしの長年のツアーギタリスト坂本昌司がいた。これはただの1回のアーティストではない。多くのヒット曲に触れ、そのギターの旋律を紡ぎ出してきた人物だ。坂本が評価されたのはドラマ北の国からのテーマ曲のギター演奏。それを機に坂本はギターの風景画家と呼ばれるようになる。剛が坂本と初めての連絡。初めて坂本と接触を試みた時、剛が対応したのは音楽のことでなく Mac についての坂本の困りごとだった。しかしそこにはその後の可能性の序章があったのかもしれない。初めての大阪でのライブレコーディング。剛の初めての坂本のレコーディングは大阪でのライブだった。これまで剛が持っていたレコーディング機材は小さなスタジオでの作業をこなすためのものではあったが、本格的なものだった。しかしこの日、それが大きな会場のステージで音を収録することになるとは。剛が緊張の中でレコーディングを開始。坂本はそのレコーディング結果について剛に伝える。このクオリティなら必ずしもスタジオ入りしてレコーディングしなくてもいいほどになってるね。それ以降、坂本のツアーに同行したり歌物のアルバム制作に関与することになる。剛の仕事は膨らみ、彼は多くのミュージシャンのライブレコーディングでノウハウを積み上げていく。ライブレコーディングはスタジオレコーディングとは全く異なる。会場の環境、観客の反応やノイズ対策、そして何よりも一発撮りのプレッシャー。テイク2はない。機材も最悪のことを考慮してバックアップ録音もしておく。それは一度きりの演奏を最高の状態で収めるためのノウハウだった。剛がライブの準備をしている。剛は映像演出という新たな試みを始める。これはメジャーアーティストにとっては当たり前のようなことだが、彼が手掛ける小さなライブでもそれを取り入れることにより、より深い感動を観客に提供することができるようになった。剛、ワンオケで映像スイッチャーやプロジェクターを操作。ただし全てを一人でやらなければならないワンオペは当然ながら大変な仕事だ。しかしそれは剛にとっても新たな挑戦であり、彼自身の成長の機会だった。次回のストーリー。次は歌が得意でもない剛がシンガーを育てていくストーリー。これまでにない挑戦、そして新たな可能性が待っている。